カワポンです。法政と医学の文献学部の共通テスト利用入試の最新ボーダーになります。前回の数字より若干下がっているところが目立ちました。3教科方式の数字になりますが、グローバル教養学部だけは少し異なりますのでご確認ください。さて、 80% を超えているところは多くないです。文学部の心理学科と地理学科、そして国際文化学部と経営学部の経営学科になります。他は、すべて 70% 台となっています。画面下の4つの区画部方もキャンパスになりますので、ボーダーは一段下がると見ていいでしょう。76% のところに集中している印象です。学問系統にこだわりがなければ狙ってみるのもいいと思います。参考にしてください。最後に、オリジナル資料を販売しています。ご自分で調べる手間が激減できる内容になりますので、ぜひコメント欄を見てくださいね。ありがとうございました。